大宅 TV。 どうも大宅です。お願いします。言わねえのかよたくさんのお客さんだって言わねえのかよこいつ。ごめん。え、本当にごめん。ごめん。何何、俺さ大なのにさタクって言っちゃった。ごめん、本当にごめん、申し訳ない。怖え、入り怖え。絶対俺の名前使ってなんか悪いことやったじゃんこいつ。もう絶対そうじゃん、怖え。何何やったんだお前な、俺の名前使ってなんか悪いことやったんだろな、なんか怖え、目線怖え。取り返しのつかないことやったやつの目線だもんお前それ。頼む。何何も聞かないで。え、何も聞かないで。え、いずれ分かることだから。怖え。いずれ分かることでいいことないもん絶対。怖え。お前何やったんだ、もう聞かないわ無理。何系何系やった、女性問題系、暴力系、何、お金系。怖え。お金が一番怖いんだよお前。分かった、俺の名前使ってある人からお金借りたんだろ。そうだろ、もらった。怖え。もらったの、お前もらうの一番怖えんだぞ。親父が言ってただろ、借りるのはいいけどもらうなって。何もらったんだよお前。な、何、いくらもらったんだ。10万か100万かもっとか。3万。怖え。3万でその謝り方は逆に怖え。これ何やったんだよ、何やって3万もらったんだよ。ある人の仕事を手伝った。怖え。この場合の仕事は絶対普通の仕事じゃない、詐欺まがいなこと。なんかこれ運ぶだけでいいから3万やるから中身見んなよとか、絶対そっち系。そうだろ、お前何、お前が手伝ったってね、その人がやってる仕事は普通の仕事じゃないんだろ。うん。あ、怖え。間が怖え。うんでいいのに、うんってなったもん。間が怖えんだよなあ。な、何してるやつなんだそいつは。何、そいつはなんか組織ぐるみのなんかなのか。そいつは一匹狼。怖え。響き怖え。一匹狼。黒田さん。黒田さん、名前怖え。黒入ってるもん。黒入ってる。悪いことやるやつ大体黒入ってんだお前。怖えな、お前親父言ってたろ一匹狼だけには気をつけろって。何やったんだその黒田ってやつがな、あどんな悪いことしたんだ言ってみろお前。黒田さんそんな悪いことする必要じゃねえよ。あ、怖え。肩持ってるもんそいつの。悪い関係性なのに肩持つのが一番怖いよ関係性的に。なあそいつの仕事なんだ言ってみろ。おい、画家。画家？画家。怖えよ。想像の範囲外から飛んできたから。え？普通の画家？普通の画家。なんだよそれ。お前が悪い方に想像してただけだよ。その流れだったら絶対悪い方に行くだろ。なんだよ、その画家なのか？そいつが。で、お前何して3万円もらったの？ヌードモデル。え？ヌードモデル。ヌード？裸になった。怖え！ブヨブヨだぞお前。なんで自分の裸残そうと思ったんだよ。それが怖えぞ一番。なんか飲んでたらさ、うん、黒田さんが隣に座ってきて仲良くなってずっと一緒に飲んでたの、うん、そしたら画家やってるって言ってヌードモデル探してるって言ったからさ、あ俺酔った勢いでいいですよって言って引き受けたんだよ。だったら明日どこどこに来てって言われていざ行ったらさ、うん、ちょっと怖くなってそこで俺タクって言っちゃったんだよ。何してんだお前よ。え、でもちょっと待って、そう画家がさお前の裸描いたけど名前がタクってやつの裸を描いたって思ってるだけだろ。だったらそんな謝る必要ねえだろ。コンテストに出品したんだ。怖え。俺はやめてくれって言ったんだけどコンテストに出品して。なそれ、どこまで行ってんの。最終選考。怖え。最終選考なんだそれ。どうなるんだそれが。最優秀賞取ったら、うん、次の現代美術館のポスターになるって。怖え。現代美術館のポスターになるの、うん、見たことあるぞ俺 JR の駅とかで一面現代美術館のポスター中吊りもあるぞ。そこにお前の裸行くの、絶対俺だと思うやついいんじゃん。そしたらその裸見て、そうでも謝り方違うって。タクって名前使っちゃったじゃなくて俺の裸が世に出るからお前にも迷惑かかるな、そうやって謝れ。違うね、タイトルがタクの寝転び。いやー最悪だ。寝転びでお前の裸はもう俺の裸だぞそれ。ちょっと太った俺の裸。何してくれてんの。どんな絵なんだよ。
お前はどんなヌードで描かれたんだよ、タクの寝転び。寝転んでねえじゃねえかよ。怖えー、もうその芸術家のさ、なんで動くな動くなって言われたろ、その時。あんた怖えー、なんだそれお前。だから謝ってんだろ、一生懸命。出んのそれ。出るかもしんないだけだろ、でも。そう。じゃあいいよ、もうしょうがねえよ、もう。え、いいの？だってやっちまってもしょうがねえだろ、それ。許してくれんの？だしょうがない、まあ、まだな、グランプリ取るかもわかんない。おかしいだろ、お前。こんなことまでやって許してくれるって。わかったぞ、お前。お前も俺の名前使って悪さしてんだろ。これぐらいのこと、いや、これ以上のこと、マジかよ、クソ、こいつ、あ、怖え。何言ってんだ、もういいよ。